僕と、原田さんと秋山でこう定期的にやってるプロジェクトがあるんですけど、ちょっと塩尻でも やらせてもらおうということ で、はい、で今回ちょっと戦争に関するインタビューのちょっと変わった形式をやりたいなと思うんですけども、ちょっとシステムが複雑なんですけど、インタビューされる人を山田さん、はい、でインタビューする人が秋山になります。はい、でそのインタビューの答えを聞いてジャッジする人が斉藤君、山田さんの、返答を聞いて、その返答は痛みのレベル1に値するのか2に値するのかジャッジしてもらって、それ僕に伝えてください。でその斉藤君のジャッジを聞いて、僕が足もみマッサージを沼下さんにやります。はい、その一連の流れを大体10個か15個ぐらいの質問で終わります。分かりました。用意、怖い。では質問をします。はい、今戦争が始まった場合、あなたは人を殺しますか。殺さない。え、レベル10。いった。ちょっとでは過去の戦争を考えることは歴史を考察することとイコールだと思いますか。はい、レベル5。ここでも痛いね。今現在私たちが起こっている戦争について何か考えたり考えることが必要だと思いますか。考えないですね。考えない。必要じゃないってことか。裏向き。では平和のためと言いながら武力行使することは戦争ではないと思いますか。戦争だと思います。レベル3。戦場においてあなたは戦争に行った場合、生死の境と向き合わざるを得ない状況の中で、あなたは何を考えますか。また誰のことを思い浮かべますか。それは一番好きな人か。また何を考えますか。会いたいなって。レベル3。痛いです。南京大虐殺の意味について中国と どうでした。なんかこの隣で痛がってるのを見て全然気にならなかった。結構そんなこと普段聞かれない質問だったから、すごく秋山さんの方に意識がキューってなっちゃって、全然関係なかった。そうですね、なんか僕の判断によって沼地さんが痛がるっていうのが
判断、何かを判断するイコール何かの意見を自分が持つイコール誰かを傷つけるのかなみたいなことをちょっと感じました。質問結構聞いちゃってたんで、違うって思うところが多々あって、多分ジャッジも全然違うって思うところが多々あってそこでそれかみたいなことも多々あり、それでその痛さかと、10これが10みたいな答え10すごい痛いし、すごい変な感じでした